こんにちは、あやのです。YouTube 見てくださってありがとうございます。私は、東京都内の自宅サロンでストーンセラピーをしています。そしてチャネリングで、宇宙の存在であるとかハイヤーセルフなどさまざまな、スピリットたちのメッセージをお伝えするセッションもしております。昨日の夕方かな、なんか空気が入れ替わったと思ったらですね、東京なんですけどすっかり涼しいですね。なんかもう夏より暑いんじゃないかっていうような 日が続いてましたけど、もう秋にすっかりなってきてますね。今日ね、何を話そうかなとかってこう思ってたんですけど、ちょっとねこんな話をしていきたいと思います。これからね、どんな風に変わっていくのかっていうことで、私が感じてるというか思うことなんですけど、1年後なんて全然予想もつかないですし、自分でなんでかっていうと、1年前の自分から今の自分って全然もう想像できなかった。だから5年後、10年後なんてもう未知ですよね。未知の世界っていうか、そう、何がどんな風に変化していくかね、全くわからないですけど、そんなこんな言いながらもですね、最近の自分の身の回りとかをね、の方々見たりとか、薄ぼんやり感じるようなことがあってですね、よく、二極化が進んでいくって言われていますよね。それって別にスピリチュアルな世界の話に限らずね、普通の経済っていうか一般的なね世界情勢っていうことでも、二極化っていうことがね言われていきますよね。ものすごくこう富裕層、な方々とすごく厳しいね暮らしをしていく方の、それが2極に分かれていくんじゃないかとか、そういう話が出てたりしますよね。で、私の感じるその2極化っていうことはですね、例えばそうだな、セッションなんかしたりして、宇宙の意識だったり自分の魂のねルーツみたいなものをこう思い出した方ってもうシフトしちゃうんですよね。詳しく言うときっとパラレルワールドにね、そうやってこう自由自在にこう移行していくっていうことだと思うんですけれども、なんだろうな、どんどん軽くなっていくし、軽くっていうか軽やかになっていくのかな。なんか自分をこうがんじがらめにしているようなこう考えだとか、そういうものから解放されてね、どんどん軽やかでやっぱ自由さを取り戻していく。で、そういう風な状態になってくると、内側からやっぱ嬉しいですね。喜びが溢れてきたりとかして、でさらにその喜びが自分をどんどんこう軽やかにさしてくれていくっていうか、そういう循環がね、びっくりするぐらいこうわっと始まるんですよ、その変化っていうのが。で、例えばそうだな、なんかそういうものに対してすごくこう、そういうものっていうのは、スピリチュアルな世界であるとか、宇宙だったり、例えばもっと具体的に言うとスターシードとかっていう話ですよね。惑星由来の生命ですとかね、そういうさ、誰でもいいですよ。この前挙げたアルクトゥルスっていう存在だとか、シリウスっていう意識体だとか、そういうようなね、目に見えないとか、そういうものに対してやっぱりこうすごく抵抗があったりとか、自分の価値観っていうのがガチガチにね、こう自分をこう鎖でつないでいるような状態であると、周りでね、身の回りで例えばすごいポンポンポンと軽やかになっていった人見たら、どういう感情が起こるかっていうと、まずはマインド先行ですかね。そういう方ってなんでだろうって考え出しますよね。マインドは考えるのが好きだから。でなんかあの人は特別で自分は何か足りないんじゃないかっていうね、それまあもうステップ1幻想ですよね。何か足りないんじゃないか、努力が足りないんじゃないか、自分にはその資格がないんじゃないかって、どん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 自分をこう下げていくようなマインドの、ループにはまっていきますよね。そうなるとやっぱりひがんでみたり、妬んでみたり、なんか絶望してみたりって言って、どん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 そっちがね、膨らんでいくわけですよ。で、そのマインドのループをしてる間にですよ、覚醒しちゃった人って、好循環の方のサイクルに入ってるから、どん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 こう、軽やかになっていくんですよ。で、その人を見れば見るほど自分を貶めるみたいなね。だからそういう二極化っていうのは、まあ、起こり得るんじゃないかなとは思うんです。だけど、まあ、そういうのがまあね、あるんだろうなと思いつつも、やっぱりなんて言ったらいいかな、選んでいるのはやっぱ自分なんですよね。例えば身近にそういう風な人がいて、って言って自分の先入観とか、なんだろう、経験から基づいてこう考えられる枠とかいうのを一回ね、取り払って、あ、そうだのって言って、そんなセッション受けたのって、そんな世界があるのって言って、まあオープンな気持ちでそれを聞いてみて、その時に頭で考える前に、どんな風に感じるかなって、例えばなんかドキドキするなとか、ざわざわするなとか、もっと純粋に知ってみたいとかさ、経験したい、味わいたいという欲が出てくるかもしれないですよね。で、そう感じるところ。だそっちに自分を、選んで、そっちに進んでいくか、何言ってんだろう、この人、みたいな。うん。なんかそうだ、アレルギーみたいな感じですかね。なんかそういう自分の知らない世界とか、ちょっとこう浮き足立っちゃってるな、みたいな感じでこう引いてね、もうシャットアウト、こうガラガラガラ、みたいな。うん。そんな感じでしてると、どんどん隔たりがまあ生まれてきますね。だからこのどっちを選ぶかっていうのは、まあ、本当に自由意志、なんだなと思います。それで、まあ、もうね、自分の魂のルーツとか、こう宇宙の意識っていう状態でね、生きていくっていうのは、遅かれ早かれだと思うんですよ。で、みんなそういう風にやっぱり移行していくし、地球自体も変わってるので、そうじゃない、ね、葛藤していたり、マインドの世界でね、なんかドラマを楽しんでる、まあ楽しんでる範囲だったらいいですよ。でも、本人が楽しくないんだったら、まあ、ね、苦しいんだろうけど、そういうところにいる人の、まあ、温度差がね、まあ、出てきちゃうんだろうかななんて思ったりしてますね。別にこっちがいいからこうしなさいとか、そんな気は全然ないんですけど、そう、波乱万丈で、なんかすごい逆境でとかさ、苦労ばかりしてっていう、それになんか美しさを感じてね、味わって楽しんで、私はこれがしたい、この生き方があって言うんだったらもう全然 OK だと思うんですけど、やっぱ少しでもね、なんか苦しいなとか、もっと自分のなんかリラックスした日々を送りたいなとかね、そんな風に思うんだったら、やっぱりなんか固定概念みたいなのをね、一度外して、まっさらな気持ちでね、周りでどんどん軽やかになっていってるような人をね、こう見てみたらいいんじゃないかなって思います。そうそう、遅かれ早かれ、そういう風な人がどんどん増えていきますから、なんかね、私がセッションしたりした方々、なんかこう、本当に、よかったなっていうのも変ですけど、ご自分で選ばれて、ご自分の、なんだろうな、こういう感じで毎日過ごしたいとかさ、そういう、ところに自分で選んでちゃんと行ってますからね。それに、やっぱね、楽しそう。なんかさ、そういう人たちってね、先入観とかね、固定概念みたいなのがね、もちろんありますよ。自分の考えとかしっかりあるけど、そういうのをね、柔軟さがね、上回ってる。あと、素直さかなって思いますね。いや、なんかさ、もうちょっとこれはどうでもいい小話なんだけど、昨日の私のアルクトゥルスのヒーリング動画見ましたから、すごい虹がね、画面に入ってきてるやつなんですけど、あれをさ、写真に撮って、私のアルクトゥルス仲間に送ったんですよ、お友達に。そしてね、さすごいでしょなんて言って、アルクトゥルス氷みたいなのがちょっとね、ネタっぽく送ったら、写真が返ってきたんですよ。で、その、お友達男の子なんだけど、彼はハウスクリーニングっていうか、そういうのをお仕事にしてて、まあ、作業着で、ね、お掃除中の職場でね、なんかね、こうやってんの。こうやってね、立ってる写真を送ってくれて、その下に、受信中って書いてあったの。本当にね、受けちゃった。なんだなんだみたいな。だから、そこで、うわ、すげえ、何これみたいな。自分にはそんなのないよとかさ、ちょっと怪しいとかさ、そうじゃないの。よし、じゃあ自分も受信みたいな。で、そんなことやってるよって言って、うちの旦那さんに、ね、こんな写真来てよ、超面白いねとか言って見せたら、旦那は、じゃあ俺はこっちだとか言って、あ、見えないか。こうやって、なんかマイケル・ジャクソンみたいに。俺はこうやって受け取るんだとか言って。だからね、そういうね、軽やかさ、素直さで、もう何もかもが楽しめる状態。よくないですか？うん。人生のチャレンジとか、うん、なんかこう、そうだな、ステージアップしていくときには、やっぱり何かしらね、そう、うん、なんか感じるようなこともあると思いますけど、もうね、それが苦行に感じないの。とにかく楽しいし、推進力じゃないけどスイスイいけるのね。で、こっちのマインドのループにはまらないから、常にこう宇宙のリズムで進んでいけるっていうところがありますね。なので、まあ、どんな風なね選択をするのも自由なんですけど、まあ、一番最初は自分が選んでるんだっていうところまでしっかりなんていうのかな、戻って自分の立ち位置、自分の振る舞い、自分の先入観、固定概念っていうのをこう見てみたらいいですよね。で、あ、もう自分これ終わったなとか、このパターンはちょっともう古いなとか、フィットしないなとか、こういう方があるんだろうかって、なんかそんな風にね、うん、なんか冷静に見れたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ動画見てくださってありがとうございました。